ウクライナへの侵攻を続けているロシア軍と東部バフムートで硬直状態となる中、ウクライナ軍はドニプロ川を渡り南部でも攻防が続いているよ。そんな時、ロシア軍が最後の砦となるクリミア半島に竜の歯を設置し塹壕を掘っている動画が公開されたな。ウクライナ軍の進撃が順調でロシア軍は退路を確保しているとも言われているが、まだロシア軍の防衛線が完全に突破されたわけでもないし、ウクライナ軍も油断できないぜ。そうだね。さて今回は、クリミア半島に設置された竜の歯について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島の先住民族であるクリミアタタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、10月4日にクリミア半島の東端に位置する港湾都市フェオドシア付近に、防衛線とみられる、対戦車障害物として知られている竜の歯らしきものが映っている映像を公開したよ。このクリミア半島は2014年、ロシアに一方的に併合されており、ウクライナはクリミア半島を奪還すると表明しているね。竜の歯ドラゴンの歯とは対戦車障害物とも戦車のような無限軌道のキャタピラーで走行するために道路以外の不整地でも移動可能なものの動きを妨げるために、設置された人工の防御用の障害物で、鉄筋コンクリート製の三角錐や四角錐の突起物を敵の戦車が向かってくる方向に対して直角になるように、数百メートルから数キロメートルの長さに密に並べて敷き詰めてあり、さらに複数の列で構成され戦車が走行できなくなるような構造になっているぜ。そもそも戦車は分厚い装甲で、無限軌道より道路がない荒れた不整地のような場所でも走行できるが、幅がある川や深く掘られた塹壕などは容易に乗り越えることができず、竜の歯のように鉄筋コンクリート製の硬い障害物を乗り越えようとすれば、戦車の底部が突起物に乗り上げてしまい、キャタピラーが地面から離れてしまうので、無限軌道ができず身動きができなくなってしまうわけだ。このような戦車の弱点をついたのが、竜の歯と呼ばれる人工の障害物で一般的には鉄筋コンクリート製の四角錐の障害物が戦車の走行を妨げるように徐々に高く、複数列に敷き詰められているぜ。戦車が激突した際に竜の歯が壊れたり、ずれたりするのを防ぐために近い位置から2メートルの深さにコンクリートの土台を埋め、その上に竜の歯を乗せるような作りで戦車が激突したくらいでは壊れないのが一般的だね。このような四角柱の多くのブロックが地面に密に敷き詰められている様子が竜の歯のように見えることから、こう呼ばれるようになったと言われているよ。竜の歯は、第二次世界大戦時ヨーロッパの戦域ではすでに使用されており、向かってくる戦車等の機甲師団の進撃を食い止めるために考案された古い対戦車用の障害物ではあるんだけど、戦車の性能が強化され現代化したとしてもキャタピラーを左右に有するという基本的な構造自体は変わらないのだから、戦車の進撃を食い止める方法としてはシンプルだが、今でも有用だと考えられているんだ。ロシアは占領したウクライナの各地、ほぼ全域を制圧しているルハンシク州の西端において、ロシア国境の近くから南のドネツク州との境界あたりや、ドネツク州からザポリージャ州にかけての要所に竜の歯を設置しており、3列に並べられた竜の歯は数百キロから千キロメートルに及ぶとされ、その両側には巨大な塹壕が掘られ三重の防衛線が設置されている様子が人工衛星の画像で確認されているね。しかし、短期間でこのような広範囲にわたって設置したとすれば、この竜の歯は地下深くにコンクリートの土台を設置し梁を埋めて強固にした本来の構造ではなく、四角錐の突起物を地面に設置しただけの箇所が多くあるのではないかと見られているぜ。ウクライナ国防省が SNS に投稿された動画ではイギリスがウクライナに供与した新型の主力戦車のチャレンジャー2が、あっさり竜の歯を押しのけ突破している様子の動画が公開されており、今回、動画で確認されたようにロシア軍が設置した竜の歯は地下深くに土台を作ったりせず、ウクライナの反撃に間に合わせるため戦車が簡単に突破できるくらいの障害物に過ぎなかったのではないかと思われるね。今回、クリミア半島の東端に位置しているフェオシアで竜の歯が設置されているのが確認されましたが、
ロシア本土のグラスノダール地方とクリミア半島をつないでいるクリミア大橋が架かっているケルチ海峡があるケルチ半島の南西方向にあり、黒海に面した港湾都市で、オランダのシンクタンクであるハーグ戦略研究センターに所属している戦略アナリスト、フレデリック・メルテンス氏によると、フェオドシア北東部にあるとされているユーノハは、町から約16キロ離れたケルチ半島の根本部分の最も狭い部分に設置されているというよ。今年6月初旬から反転攻撃作戦を開始したウクライナ軍のザポリージャ州の攻撃軸における本命は、ドニプロ川を渡りウクライナ軍の支配下にあるオレホボから鉄道交通の要衝であるトクマクを経て、アゾフ海に隣接するザポリージャ州南部の要衝であるメリトポリを奪還した後に、ロシア国内のロストフナドヌからドネツク州とザポリージャ州を経由してヘルソン州南部やクリミア半島への補給路である、いわゆる陸の回廊を切断することにあり、そこからヘルソン州のロシア軍の防衛線を突破しクリミア半島の奪還を目指すことが最終目標と見られているな。もしこれが実現したなら、2014年に併合して以来クリミアに駐留しているロシアの部隊を維持していくのが難しくなるぜ。ウクライナ軍がこのような作戦で前進してくることは、クリミア半島を占拠しているロシア軍は当然わかっており、クリミア半島北部のジャンコイやアルムヤンスクとヘルソン州とをつなぐ地域に、ユーノハや塹壕による防衛線を構築していることが衛星画像などで確認されているよ。フェオドシア北東部にあるとされているユーノハがその場所に存在するのが事実なら、ウクライナ軍の反転攻勢作戦によりクリミア半島北部から進撃してくると見られるウクライナ軍からフェオドシアを防衛するものとは考えにくいんだ。また、ウクライナ海軍の戦力を考えたとして、ウクライナ軍がクリミア半島への上陸作戦を試みる可能性はまずないだろうな。すると、ロシア軍がこのユーノハを構築した本当の目的はケルチ半島の守りを固め、さらにクリミア大橋を守るという可能性が非常に高いとの見方が出ているぜ。もし、ウクライナ軍がケルチ半島へ進軍するのを防ぐためにユーノハが設置されたのであれば、ロシア軍はクリミア半島までウクライナ軍が突破してくると考えている証拠であり防衛の準備をしているとも取れ、さらには、ウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍の防衛線をも突破し、トクマクやメリトポリを奪還しクリミア半島に押し寄せてくると想定しており、クリミア大橋をロシア本土への退却路と考えているのではないかと指摘する声も出ているらしい。クリミア半島の先住民族であるクリミア・タタール人とウクライナ人からなる軍事パルチザン運動組織のアテシュは、フェオドシア近郊におけるユーノハ設置の情報の他に、クリミア半島においてロシア軍の長距離地対空防空ミサイルシステム S-300 が設置されている7地点を特定し、同半島南部のシンフェロポリの北にあるグバルディスコエ空軍基地周辺で新たな要塞が、気づかれていることを確認したことも明らかにし、ロシア軍がクリミア半島の防衛を固めていると見ているね。その他、10月1日にはウクライナ軍との関連のある国の公的機関国民レジスタンスセンターも、ロシア軍はクリミア半島の内陸の町に防空装備を移送し、町を防衛するために建造物を強化をしているとの報告をしているみたい。今では、ロシア軍は広範囲のユーノハの設置や塹壕堀に労力を費やしており、これまで占領してきた地域の防衛に徹して、守りを固めている状況だが、このユーノハの有用性については西側のメディアや軍事専門家の間では疑問視する声もあるようだぜ。ロシア人による反プーチン政権武装組織が2023年5月22日、ウクライナ側から国境を越えてロシア西部のベルゴロド州へ侵入し、複数の戦車や装甲車両を投入しロシア軍が設置したユーノハと塹壕の防衛線をあっさり越えロシア領内部核に侵攻したよ。この防衛線の建設にはベルゴロド州では100億ルーブル約186億2600万円を投じてこの防衛線を築いており、同州のバチェスラフ・グラドコフ知事は昨年4月から始まった防衛線建設作業がようやく完了し、ベルゴロド州の防衛は万全になったと。今年の3月に宣言していたのにもかかわらず、武装集団はユーノハを迂回しロシア軍の兵士が少ない場所を選び、あっさりと防衛線を越えてしまったらしいな。今ではロシア軍の兵力不足は慢性化しており、
他の地域でも同様に防衛線を突破される可能性は大きく、西側諸国では U の葉の設置にどれだけの効果があるものかと注視しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月22日にウクライナ国防省が XQ ツイッターに、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を通る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらずのぞみになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。さて今回はウクライナのドローン活用により、ロシアの戦車が危機にある件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されているスイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているよ。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビュー、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるぜ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能だな。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、まさにドローンに搭乗しているかのような映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるんだ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることですぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだろうな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンにカメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているぜ。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどはミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されたよ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるよね。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第2世代にあたり、
世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているよ。T-72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなのであるが、自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるってわけ。それらの危険を避けるために、装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたってわけだな。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていてそれを見ると、自動装填用のアームによって砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いからね。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したんだ。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱ジャック・イン・ザ・ BOX との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているぜ。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にアルバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルトにはすべてその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や10式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらはすべて自動装填装置を採用しているよ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているんだけど、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際にはバスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いんだ。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため砂を上からジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて、車体下部の弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱とかすってわけだ。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、
搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。イギリス国防省が2023年9月28日に発表したウクライナ侵略戦争の戦況分析によると、ロシア空軍がウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降において戦闘で失った固定翼航空機数が90機以上となっているというよ。同国防省の分析によると、ロシア空軍は現在スホイ34などの一部の戦闘爆撃機を集中的に飛行させていると指摘し、それら機種の飛行時間が格段に増加していることから機体の寿命をすり減らしつつある可能性が高いとしているほか、その整備のためにメンテナンス上必要なパーツが不足している可能性も指摘しているぜ。また、侵略開始後強化された西側諸国からの経済制裁によって、これまで西側諸国から購入してきたパーツ類が入手困難になっていてメンテナンスに支障をきたしていることも指摘したな。さて今回はロシア空軍が戦争の長期化によって航空機の稼働率が低下している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア空軍がウクライナ領空内でロシア地上軍のために近接航空支援のための空爆をほとんど実施していないことは今年の初め頃から明らかにされていたよ。ロシア空軍はアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国からウクライナ軍に多数の地対空ミサイルシステムが供与されていることを警戒してか、地上部隊への近接航空支援ではなく安全なロシア領空内からスホイ34などの戦闘爆撃機による空対地ミサイル攻撃を強化しているとされているんだ。そのために戦闘爆撃機の出撃回数が極端に増えてそのメンテナンスに支障をきたしていると、イギリス国防省が指摘しているのであるが同国防省はそれにもかかわらずロシア空軍は、まだこれら戦闘爆撃機の出撃回数急増に対応できる能力は有しているとも指摘したってわけ。ただ、イギリス国防省はこの先さらに長期化する様相を見せている侵略戦争がこのまま継続していくと、長期的には現在の空対地ミサイルによる攻撃回数を維持できなくなる可能性が高まっていると分析しているぜ。また、ロシア空軍が現在実施している自国領空内から長射程の空対地巡航ミサイルによる攻撃がこのまま続けられるとすると、スホイ35から発射されるカヤック35などの空対地巡航ミサイルの在庫が枯渇する可能性があるとされていて、ツポレフ 22M3 大型爆撃機から発射されるカヤック22カヤック32カヤック101カヤック50オクフ555などの大型の巡航ミサイルや、極超音速滑空ミサイルキンジャールなどもウクライナへの無差別攻撃に使用され始めたことが指摘されているな。キンジャールは現在の地対空ミサイルでは撃ち落とすことができない極超音速で滑空するミサイルとされていたのであるが、初めて使用されたとみられる攻撃においてアメリカがウクライナに供与した地対空ミサイルパトリオットによって撃墜されたことが報告されていて、ロシア軍がその事実にショックを受けたためかそれ以降はほとんど使用されていないとみられているよ。カヤック22やカヤック32は西側諸国でいうところの一般的な巡航ミサイルと異なり、むしろ弾道ミサイルほどもある大きな本体に大きな主翼を取り付けて滑空させるミサイルとの認識が正しく、航空機から発射された後に液体燃料式ロケットに点火されて推進力を得て、その燃料を使い切った後は目標に向かって滑空していくんだ。そのためにロシア語では巡航ミサイルのことを有翼ミサイルとされているが、滑空型のこのミサイルにはふさわしい呼び方であると言えるだろうな。カヤック22は半世紀以上前の1962年に実戦配備された古い設計のミサイルだが、滑空時の最大速度はマッハ5弱に達し、事実上は極超音速滑空ミサイルに分類されるもので、その改良型のクフ32はさらに射程が 1000km に延伸されているが、発射重量が6トン近い巨大なミサイルであり、イスカンデルやキンジャールのような弾道ミサイルに近い大きさであるため発射可能な航空機は限られているよ。しかしながらこれらは本来、アメリカ海軍の原子力空母攻撃用として開発されたミサイルとされていて、
ロシア空軍にとってはアメリカ側にその性能をさらけ出すことは避けたいはずであるが、そのような事情がある大型の空対艦ミサイルを命中精度などの低下に目をつぶってでも本来の目的と異なる対地攻撃に使い出したということは、対地攻撃用のミサイルの在庫が枯渇しつつある可能性が示唆されているとの見方も出ているな。また、イスカンデルは2月24日の開戦以来数百発から千発前後がウクライナに向けて発射されたと推定されているが、こちらは最近になって発射の頻度が低調になっていて、在庫が枯渇しつつある可能性が指摘されており、今後の展開によっては NATO と交戦する可能性が否定できないために全弾をウクライナに打ち込むことはできず、生産用との兼ね合いで在庫の調整に入った可能性が高いぜ。一方、黒海艦隊の水上艦艇や潜水艦から発射されるカリブル巡航ミサイルもまた発射数が明らかに低下していることから、こちらも在庫が枯渇しつつあるのではないかとの見方が出ているらしい。ただ、これらのミサイルは、いずれもそのほとんどがウクライナの首都キーウをはじめとする、各都市への民間施設やインフラに対する無差別攻撃に使用されていて、ロシア地上軍の近接支援のためではないな。ロシア陸軍はここまでに一説よれば20万人を超える死傷者を出しているとされ、兵員の不足が指摘されている中最近、志願兵の形で30万人を招集して補充に当て始めたと言われているほど厳しい状況に立たされている状況で、そもそもソ連時代から強大な陸軍を支援するための付属部隊的な役割である空軍が、地上軍を全く支援していない現状を不思議とする声が上がっているみたい。仮に西側諸国の制裁などによって精密なパーツ類が不足していて稼働率が低下しているにせよ、そもそもの航空機保有数においてウクライナ空軍のそれを圧倒的に上回っている事実からすれば、地上戦で榴弾砲などの支援火力がウクライナ軍による破壊が進んでいるとしても、航空優勢を確保した上で空中からの近接支援を実施すれば戦況を覆すことができるはずだろうね。そのロシア空軍がスホイ57などの戦闘機をウクライナの前線に投入しないのは、ウクライナ軍の防空システムによる撃墜を恐れているとの見方があるが、ウクライナ軍は西側諸国から提供された防空システムも含めて、ロシア軍の巡航ミサイルやドローンなどによる無差別攻撃から国民を守るため主要都市に配備しているとされていて、最前線の地上部隊の上空を完全に守ることはできていないと見られているよ。それらのことはロシア軍側も承知していたはずであるのであるが、ロシア空軍は自国領空内の安全な空域から命中精度の良くない対艦ミサイルを思い出したように、空中発射しているのみというロシア空軍の怠慢にも近い動きについて、その行動には訳があるとする軍事評論家がおり、彼らによればロシア空軍はこの先に現れると予想される新たな脅威に備えているのではないかというんだ。そのロシア空軍が警戒している脅威とは、先日西側諸国からの供与が決定的となったアメリカ製戦闘機の F-16 ファイティングファルコンだな。ウクライナ軍に供与される F-16 は、オランダ空軍が運用している42機とデンマーク空軍が運用している19機の合わせて61機で、それぞれ近代化改修が施されて機能向上が図られていて、2024年の初めまでにウクライナに到着する予定だぜ。パイロットの訓練はすでに開始されていて、ウクライナから第一陣として32人のパイロットが選出され、NATO の基地で飛行訓練を受けることになったが、訓練は英語で行われるために英語が話せる4人を除いた28人がイギリスで英語を学ぶなど、まだかなりの時間を必要としているらしい。しかし、ウクライナ空軍は現在125機ほど運用しているミグ29、スホイ24、スホイ25、スホイ27の約半分を強力な F-16 に置き換えることができ、ウクライナ領内だけでなく周辺空域までカバーできる航続距離を持ち、搭載可能な高性能な誘導兵器も供与されれば、大きく戦力低下していると見られるロシア空軍にとって大きな脅威となることは間違いないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年11月10日、2014年からロシアに不当に実効支配されている南部のクリミア半島周辺の黒海上において、
ロシア軍の小型揚陸艦2隻をドローンによって攻撃したとして、ウクライナ軍が動画を公開したよ。ウクライナ側の発表によると、この2隻の小型揚陸艦にはロシア海軍兵部隊の兵員と車両が乗せられていたとされているが、使用されたドローンは飛行型か水上型であるかについてなど詳細の発表まだないな。また、この件に関してロシア側からのコメントは、11月11日時点では特に出されていないぜ。そうだね。さて今回はロシア軍がウクライナ軍のドローンに苦戦している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。クリミア半島についてはウクライナのゼレンスキー大統領がロシアから奪還することを宣言していて、6月初旬から東部ドネツク州や南部ザポリージャ州で始まったウクライナ軍の反転攻勢作戦においても、最終的な目標はロシア本土からクリミア半島への補給路を遮断した上で奪還することにあるとみられ、先月は特殊部隊がクリミア半島に上陸してロシア軍守備部隊を攻撃したほか、巡航ミサイルやドローンなどによって航空基地や兵站貯蔵施設、あるいはロシア軍では最新鋭の防空ミサイルシステム S-400 を破壊するなど、ウクライナ軍の動きが活発化しているよ。また、クリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州に展開しているロシア軍部隊への補給拠点にもなっているほか、昨年から続いているウクライナ各都市の民間施設やインフラへの攻撃に使用している長射程ミサイルの発射拠点でもあるため、ウクライナ軍は同半島を攻撃し奪還することで民間人への攻撃を低減させたいとの思惑もあるんだろうな。その中で、ロシア海軍の黒海艦隊では同艦隊に所属する揚陸艦を用いて兵員や戦闘車両の補充を行っているだけでなく、長射程の巡航ミサイルをクリミア半島に運搬しているとウクライナ軍は見ており、黒海艦隊の揚陸艦は重要な攻撃目標として、飛行ドローンや水上ドローンによる攻撃を強化しているぜ。ここ最近のウクライナ軍では、イギリスとフランスから供与された航空機から発射され射程距離 250km とされる、空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG や、ウクライナ自身が開発した地対艦巡航ミサイルネプチューンなどによる、攻撃による戦果が SNS 上に投稿された動画や画像によって喧伝されているほか、ドローンによる戦果も拡大していることが報じられているのであるが、特にドローンの活用に関してはクリミア半島に限らず、各戦線においてその成果が伝えられているよね。特にこのところウクライナ軍が活発な動きを見せているのが、南部ヘルソン州のドニプロ川東岸への渡河であり、これまでのところ州都のヘルソン市にあって現在は通行不能となっているアントニフスキー橋のたもとにある東岸のダチという集落への渡河と、その上流にあってこれもまた通行不能となっている鉄道橋付近から東岸のキシュチャニフカ付近とキステプネ付近の2カ所、そしてさらに上流の西岸チャヒンカから東岸クリンキーへ、ウクライナ軍が渡河していることが確認されていて、これらの各地点では東岸に展開しているロシア軍からの反撃を受けている模様ではあるんだけど、渡河を中止して撤退したとはされておらず、11月10日時点で渡河地点を確保していることが伝えられているよ。これに関してロシア側の軍事ブログ NGP ラズベドカは、ドニプロ川を渡河しているウクライナ軍について、ウクライナ軍が飛行させているドローンについては何の制限も受けておらず、ウクライナ軍が自由に飛行させているとしてロシア軍による電波妨害などのドローンに対するソフトキル攻撃が成功しておらず、ウクライナ軍が思うままにドローンを活用していることを指摘して、クリンキーの周辺では、中国製ドローンのマビックが砲兵部隊の目として存在しているために正確な砲撃が実施されていて、ロシア軍はまるで地雷原に迷い込んだかのように身動きが取れなくなっていると主張して、ロシア軍がウクライナ軍のドローンの飛行を阻止することができず、渡河したウクライナ軍が現時点で小規模であることを楽観視すべきではないとの警鐘を発したぜ。さらに NGP ラズベドカは、ロシア軍は多くの電子戦用装備を持っているはずであり、ドニプロ川東岸においてもそれらは機能しているはずであるにもかかわらず、ウクライナ軍が運用しているマビックや様々な、FPV ファーストパーソンビュー一人称視点タイプのドローンが飛び回っていると指摘した上で、
ウクライナ軍は少しずつ東岸に兵力を渡して拠点を拡大させることに成功しているが、ロシア軍はそれを阻止することができていない。ウクライナ軍は西岸から東岸にケーブルを張り、東岸に溶かした兵士たちそのロープを利用したボートによる補給で兵站を賄っているが、ロシア軍はそれを阻止することができていないなどと指摘した上で、西岸にはウクライナ軍の戦車などの装甲戦闘車両の活動が活発化しているのみならず、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースなども東岸に向けて前進しつつあり、その理由は推測するまでもなくいずれ近いうちに本格的な渡河作戦が実施されるものとみなければならないと記しているな。6月、ウクライナ軍がドニプロ川左岸に強力な電波妨害装置をいくつも展開していると伝えられているんだけど、これは、幅 20km 弱の範囲に、爆薬を積んだロシア側の FPV ドローン無人機が安定して活動できず、かつウクライナ側のドローンは活動できる区域を作り出すためだったんだ。このクリンキーにおけるウクライナ軍のドローン運用については、元アメリカ防契約管理局 DCMA 品質監査官のトレント・テレンコ氏が、ウクライナ軍は渡河作戦にあたり、移動可能で強力なドローンの通信に使われる電波を妨害する機材を複数投入するとともに、これらの妨害機器の干渉を受けない周波数帯域を使う大型の FPV ドローンを使用したとした上で、それに並行して、ウクライナ軍は FPV ドローンや有人航空機などによってロシア軍の電波妨害装置を探索しては破壊することを繰り返ししたため、ロシア軍はウクライナ軍のドローンがドニプロ川上空を越えて東岸地域を飛行することを妨害できなくなっていったと述べて、ウクライナ軍がロシア軍の電波妨害装置を精密攻撃で破壊したことを示す動画や画像などの視覚的な証拠はいくつもあるとしているよ。ロシア軍で運用されている GPS 妨害装置として知られているものに、西側諸国からウクライナ軍に供与されている各種の GPS 誘導弾への信号妨害や、徘徊型ドローンなどを誘導することが可能とされる電子戦システムポール21があるな。このポール21はアンテナと強力な電波信号発生器を持ち、この電波信号発生器から発せられる電波信号は、ドローンや巡航ミサイル、そしてアメリカ軍の統合直接攻撃弾 JDAM のような GPS 誘導による精密誘導爆弾が、GPS 電波回線を利用することを妨害でき、そのカバー範囲は半径 24km ほどとされているね。ロシア軍ではこのポール21をウクライナの占領地への配備を進めているとされ、6月初旬から開始されたウクライナ軍の反転攻勢作戦が期待していることの理由の一つであるとも、ドネツク州アウディーユカで攻勢出る際にも大規模な電波妨害が実施されたとも言われているぜ。しかしながらこのポール21は、その妨害電波が届く範囲にある全ての GPS 誘導兵器を無力化してしまうため、配置した地点の半径 24km 以内ではロシア軍も GPS 誘導兵器などを使用できないらしい。そのため、ロシア軍が GPS 誘導兵器を使用する際には妨害電波を発信することができず、そのタイミングをウクライナ軍に狙われ破壊されている可能性が指摘され、2022年2月24日に新約が始まって以来、ロシア軍はポール21を50機近く失ったとする情報もあり、ドニプロ川東岸でウクライナ軍のドローンが自由自在に飛行しているのは、ロシア軍が保有するポール21の在庫が枯渇して配備できないためではないかとの見方も出ているよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナの東部ドネツク州の州都ドネツクは、2022年2月24日のロシアによる侵略戦争開始以前から、反ウクライナ政府を掲げてウクライナからの独立を目指していた新ロシア派武装勢力の支配下にあったよね。しかしながら、そのドネツクからわずか 10km ほどにあるアウディーユカは、2014年のドンバス戦争の際にもウクライナ軍が支配し続けていて、市街地がほぼ要塞化されていると言われているぜ。さて今回はアウディーユカにおいてウクライナ軍が劣勢に追い込まれている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
2022年9月にドネツク州の新ロシア派武装勢力は、ロシアの後押しを受けて形ばかりの住民投票を実施して、ウクライナからの独立を宣言してドネツク人民共和国を設立。ロシアのプーチン大統領は直ちにこれを承認してドネツク人民共和国をロシア連邦に組み込んだんだ。しかし、その間もアウディーユカはウクライナ軍が守り続け、ドネツクの喉元に突きつけた歯のような存在になっていたため、新ロシア派武装勢力の部隊とロシア軍とがアウディーユカを攻略すべく、何度も攻撃を仕掛けていたが、それらの攻撃はこれまでウクライナ軍がすべて撃退してきたな。ウクライナ軍参謀本部では2023年11月時点においてもウクライナ軍はロシア軍や新ロシア派武装勢力の部隊からの攻撃を、すべて撃退していて失敗に終わっているとして、アウディーユカの防衛をアピールしているが、ここに来てロシア軍がアウディーユカの包囲網を次第に狭めているとする情報がロシア側ばかりでなくウクライナ側からも上っているみたい。ウクライナ側の軍事ブログではアウディーユカの戦況が悪化していることを伝えていて、市街地の南近郊にあってこれまで守備についているウクライナ軍がロシア軍の攻撃を撃退し続けてきた工場地帯について、制圧されるのは時間の問題だと報告しているよ。この南の工場地帯ではこれまで、幾度にも及ぶロシア軍の攻撃を撃退し続けて、一度たりとも突破されたことがなかったんだけど、ウクライナ側の軍事ブログでは、ロシア軍は戦車、装甲車両、歩兵を投入して工場地帯の守りを突破し、工場地帯の西外れにまで到達したと報告した上で、ウクライナ軍の反撃でロシア軍を押し戻すことは可能かもしれないが、これまでウクライナ軍が守ってきた、陣地のほとんどが大きく損傷しているため、工場地帯を制圧されるのは時間の問題だろうと見ているね。また、ロシア系の軍事ブログでもアウディーユカの南の地域においてロシア軍が前進したことが確認されたとしていて、ロシア軍は2014年以降ウクライナ軍が支配していたアウディーユカの工場地帯に、足場を築くことに成功し、さらにその周囲に占領地域を広げていると報告しているぜ。さらにアウディーユカの北側でも、ロシア軍の攻勢によってウクライナ軍が次第に後退していることが、インターネットや SNS 上で公開されている動画や画像などの視覚的証拠から明らかになりつつあるな。アウディーユカの北西にある広大なコークス工場と、工場の北西にあるステボベという集落を結ぶ鉄道路線をめぐって、両軍の攻防が激しくなっていたが、この周辺における戦闘を伝える動画や画像がほとんど線路の西側で発生していることから、線路すでにロシア軍の支配下にあるものとみられ、ウクライナ軍が立てこもっているとされているコークス工場への、砲撃が激化していることでロシア軍に工場内に侵入されることもまた時間の問題であろうとする見方が広がっているみたい。西側諸国のメディアによる報道では、アウディーユカでの戦闘におけるロシア軍の損害が大きく膨らんでいることを報じていて、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2022年2月24日以降の両軍の装備の損失について、SNS やインターネットなどに投稿された動画や画像を元に集計するオープンソースインテリジェンス OSINT などによると、アウディーユカ方面での両軍の軍用車両の損失数は、同日時点におけるウクライナ軍の軍用車両損失数が、わずか16両であるのに対して、ロシア軍のそれは221両にも達していることが明らかになっているんだ。これらの数字は視覚的証拠によって確認されたものだけであるため、実際の損失数は両軍ともにさらに大きなものであると見られるが、それにしても通常なら攻撃側の損失は防御側の3倍とされている損失比率に対して、アウディーユカのロシア軍の損害が大きく上回っているのは確かだな。この両軍の損害状況を踏まえた上でのものかは不明ながら、ウクライナのゼレンスキー大統領は11月14日夜のビデオ演説において、ロシア軍は昨年から激戦が続いているバフムート近郊での戦闘よりも、アウディーユカ近郊の戦闘において、これまでにない速いペースでかつ大規模に兵士と装備を失っているとした上で、アウディーユカ近郊でロシア軍の損耗が激しくなればなるほど、戦況はロシア軍にとっては悪い方向に流れることになる。として、ウクライナ軍のアウディーユカでの抵抗は、
ロシア軍の主力を引きつけておいてその戦力の消耗を図る作戦であるとして主張したようだね。しかしながら、ここ最近ではこのようなゼレンスキー大統領の発言やウクライナ軍参謀本部など当局からの、アウディーユカにおいてロシア軍の攻撃を撃退しているとする主張については、疑問を呈する声が高まっていて、ウクライナプラウダ市でさえもアウディーユカを守るウクライナ軍兵士の証言として、セベロドネツク、リシチャンシク、バフムートでの教訓が生かされていないと報じているぜ。その報道では、アウディーユカ周辺の戦況が悪化し始めたのは2023年に年が明けた頃からで、ロシア軍は2月にアウディーユカの南にあるボーダインとオプトネを占領したほか、3月には北のベルゼとクラスのホリフカを占領した上で、アウディーユカに西側からつながっている幹線道路0542を遮断しようと試みているのは明らかであり、つまり現在のロシア軍の攻勢は突発的なものではなくアウディーユカ包囲を狙うこれまでの作戦を継続しているに過ぎないとしているな。このウクライナ軍兵士は、ロシア軍はコークス工場の北側にある高台を占領したとして、この高台は視界が開けすぎているため陣地を築くには適さないが、ここから鉄道線路を経て、コークス工場へ攻撃を仕掛けることが容易となったとしてテリコンと呼ばれる高台を失ったことを残念だと語ったよ。そしてさらに、ロシア軍はステポベ近郊にあるダーチャに向かって攻勢を仕掛けていて、線路を越えてステポベ集落内に侵入した上に、線路沿いにさらに北に進み支配地域を広げることに成功している。としていて、現地のウクライナ軍指揮官も我々はステポベ集落内に築いた陣地を失い、ロシア軍が集落に侵入し始めたと述べたこともウクライナプラウダは報じたみたい。そして同志は、アウディーユカにおいてロシア軍が大損害をかぶりながらも前進しているのは、ウクライナ軍があらかじめ築いていた防衛ラインの後方に第2の防衛ラインを構築していなかったことにあると述べているぜ。今年の10月になってアウディーユカに増援として移動してきた、第47機械化旅団の兵士の話として、ロシア軍は前進するとすぐさま塹壕を掘って防衛ラインを築いているが、我々には塹壕を掘るための装備がなく、兵士がそれぞれスコップで自分のタコ壺を掘るだけだと語ったことを伝えており、この証言からアウディーユカの側面を保護するための第2、第3の防衛ラインが用意されていないことは明らかだよね。ウクライナ軍はアウディーユカの町は十分に要塞化され、1年半以上も防衛してきた。第110機械化旅団はこの要塞を熟知していると主張して、守りが万全であることを強調しているのであるが、ウクライナ国内のメディアや軍事ブログなどでは、ウクライナ軍がアウディーユカを守りきることに期待する声が次第に小さくなりつつあるんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。